いよいよクライマックスだ。派手に戦い、子供たちを楽しませよ。お願い、シネマを止めて。レッドを助けて。さて、行くぞ。さあ、魔法の力、見せてやるよ。信じてる。姿形がそっくりでも戦う理由を持たない奴らに俺たちが負けるわけないよ。俺もこの力を手に入れたばかりの時は何の信念も持たないまま戦って痛みを受けたが、今の俺は違う。俺はこの力を俺にしかできないことをやり遂げるために使う。そう決めたんだ。まだまだ、お楽しみはこれからだ。成敗。あんたは最初に会った。行け、外務よ。子供たちの夢を守るのだ。ああ、わかった。お前は戦う理由と言ったな。理由なら俺にもある。俺の守るべきもののために。止めてやるよ。俺が、いや俺たちが、エクストリーム宇宙だー。ショータイム。フィニッシュストライク。ライダーは立ち合いだからね。行くぜ行くぜ。はー、勝ち抜きアームズ、いざ出陣。いい盛り上がりだ。だがそれでは俺は倒せない。
だろう。かかってこい、仮面ライダー。シネマ行きましょう。コウタさん、そろそろ終わりにさせてもらうぞ。よっしゃ、ここからは俺たち仮面ライダーのステージだ。シャドウライダーはこっちで食い止める。そっちはあなただ。仮面ライダーフォーゼ、ファイナル。じゃなくて手出させてもらうぜ。よし、お前たちの力存分に見せてみろ。もう少し面白くしてやるとするか。追いかけて。お前たちの身をもって死んがいい。あらら、でも諦めないで。次はこのシャドウライダーを倒せるか。後悔するより前に後悔する。あとちょっと。でも出せ。さあ、お前たちの力を見せてくれ。これで一安心だな。
がっただろう、レイト。いい映画ができた。これでまた子供たちが来てくれる。ありがとう、シネマ。でも、もういいんだ。おじいさん、一体どこから？彼がレイトよ。あの映画館、テトラ座の支配人、レイト。え？おじいさんがレイト？どうなってんの？そしてその子は、私が幼い頃に亡くした双子の姉、レーナだ。私はいつの間にか死んでしまっていたんだね、姉さん。ええ。レイトは、長年愛したこの映画館で息を引き取った。でもこの子は、自分が死んだことにも気づかず、その魂だけがこの映画館に留まり続けた。姿も記憶も幼い頃に戻り、大好きなヒーロー映画に没頭する毎日。私はこの映画館で、この子と一緒にいられることが嬉しかったの。映画館は私の代で閉館することになってしまった。だがこの映画館も私に似てね、自分が閉館になったことに気づかなかった。もしかしてそれが？そう、シネマだ。あいつは大好きな子供たちが急に来なくなったことに疑問を抱いた。それで面白い映画を作れば、また子供たちがやってくると。君たちを巻き込んでしまったね。本当に申し訳ない。私は行くよ。私を心配し続けてくれた姉さんと一緒にね。なあ、俺たち探してみるよ、この映画館を続けてくれる人。それにここなら舞さんたちとダンスもできますもんね。おお、それいいな、ミッチー。チームのみんなも喜ぶぞ。そしたらまたお客さんでいっぱいになるな。ああ。甘いな。一度失ったものは簡単に取り戻すなどはしない。それでもやるというなら勝手にしろ。強い者が勝ち残っていく、単純な道理だ。ありがとう、仮面ライダーさんたち。レイトが教えてくれた通りだわ。仮面ライダーはいつでも私たちの味方だって。ありがとう、仮面ライダー。お、エンディングだ。俺たちも帰ろうぜ、俺たちの世界へ。